試合の分析をしていこうと思います。これはインターネットではなくて、人と実際に指した試合です。持ち時間は30分30秒。30分持ってて、1手指すごとに30秒プラスの試合です。で、開局も指定で、私この試合は赤です。こういう飛走局、フェイシャンを使ってねという指定の試合でした。で、まあ私赤なんで、まあ相手の番です。で、相手こうして、私がこうして、相手こうしました。まあ、この開脚はもともと自分が黒用にちょっと勉強してたので、詳しいつもりでいましたけど、こうやって実践してんで、ここから もう知らない展開になってます。で、まあ、ここまでは特に間違いなく指してるみたいです。で、実践で私はこうしたんですけど、まあなんか意外と王者が好きだからなんかこうしたんですけど、なんだろう、この馬上がるこっちの方をパソコンは推奨してたように思います。こうしたら一応変化はこういう風に進むのが 多いみたいです。で、車出てこっち方を取って交換しました。で、車出て、馬が一回また戻ります。で、こんな感じで進むんですけど、ものすごい激しくって、なんかすごいんですよ。こうして取って、シー取られました。で、王様上がって、こんな感じ。で、車出て、これで赤が30ぐらいだから、ほぼ均勢だけど、もう先手ほどの有利はなさそうな気はしますけど。まあこんな感じで、おおむね均勢と言っています。でもなんかちょっと死がなくなるのはどうかなって思いますね。で、一応この馬、こうやって跳ねて、さっきの。で、こうして、こっちこうしたんですけど、なんか、この中卒正そうだから取るのはどうかとかもちょっと分析してみたんですけど、取ると、まあこう車が出て、車、今、方と方がこれとこれ繋がってるんで、車出たのは無視して、こっちも車出ました。で、こうして、馬一回下がって、それから相手、こう、取って、卒を。で、一回こうします。で、これが車と車が繋がって、こんな感じで、進む変化があるみたいで、こうやって進むとなんか赤がマイナスです。黒の方がまあやりやすい感じになります。さっき C がなくなった変化だったんですよ、さっきのは。そっちの方が金星、赤が30プラスです。でも今はもう赤マイナス100っていう結論らしくって、なんかパッと見なんかこうしてなんかこう取れそうだけど、取る変化はあまり良くないみたいです。で、まあ実践はこの馬が跳ねることもせず、車級進一としました。で、相手視野上がったんですけど、これ視野上がらないで、なんか、なんだろう。方が来る。と、こういう変化でしたね。こういう変化も、ある。で、こんな感じで馬が取って、方が下がって、こういう感じで当てて下がって、で、ここを下がって一つ交換して、車が出るっていう感じですね。これでまあ、これだったら平均、均勢ですね、本当に。で、進んだみたいで、まあ、黒としては、まあ、黒なんで、一手遅れてるんで、金星になれるこの変化は、悪くないかな、みたいな気はします。これなんか、こんな変化は、あ、これ間違えた。こっちだ、こっち、仕上がった実験は。で、なんか私はよっぽど気が弱いので、なんか、交換できるタイミングがあったら、駒を交換したいというのが常にこう頭の中にある人で、こうして、まあ、方交換1個したらいいかな、みたいな。本当にあんまり大したこと考えないでこういうことしてます。
でもやっぱりパソコンでは真ん中に行こうよという結論が出ました。まあこっち行くよりもこっち行った方がこう馬の位置としてはいいので、もう真ん中に行った方がいいので。でも相手がこうしたらまあこういう風に使っていく感じですね。これ面白いんですけど、9から2に来て、まあ今、頬と頬を守り合ってるんで、こんな感じでして、当てて、入って、仕上がって。今、入ったんですけど、仕上がらないと、この象でこれ取ると、この車でこの方があれなんで、死で根をつけて、こうしました。で、こう取るんですけど、これ一応もしこうやって取ったら、馬でこうして、馬こっち行って、象を取って、馬取って、こんな感じ。で、進むと赤が80。まあ、大したことないけど、ちょっといいかなぐらいですね。で、まあ、こうやって車が出ると、まあ、こんな感じになって、取ったら、こうやって、今、この方で車当てて、こっちこういう感じなんで、まあ、取って、車の交換で馬にも根が引いたっていう感じで、象が、象じゃない。ソチが上がって、車がこんな感じで進むんですけど、こっちの変化の方が赤がいいですね。160プラスでした。まあ、なので、なんだろう、これ取ってじゃない、取って、いいんじゃないかと。こう、進んで、まあ赤80ならそっちの方が良さそう。で、実践はまあ、こう進んだんです。こう進んでないので、こう進んだんですけど、で、まあ、相手もちょっと考えて、まあ、取りましたね。そんなに悩まず取った感じでした。で、こうして、車がこうしたんですね。出た。で、私はなんか、両方歩車で使ってみようかな、みたいな感じでこうしたんですけど、パソコンは、早くこっち出れば、この車が出にくくなるので、こっちの方がいいんじゃないかと言ってました。まあ、こう進んだら相手も車が真ん中の線に来て、こういう感じで交換して、赤プラスマイナス0ということで、超金星みたいな感じですね。で、実験はなんかこうしたもんで、こう相手車出て、こうしたもんで、相手がこうやって余裕ができたんですね、上がる。で、さらに私も相当意味わかんなくて、実験ここに来たんですけど、なんか、こうしとけば別にこれこっちに出られなかったから、こうしとけばよかったんですね。なんか、こう、して、なんか一気にマイナスの数値が広がった感じです。で、もしこうしてたら、こっちの方がいいとパソコンは言っているんですけど、まあこういう変化だったんじゃないかと、感じで言ってて、こういう風に進むと、赤、実践より、って言っても、今マイナス70ですね。さっきプラスだったけど、もうマイナス。まあでもマイナス150ぐらいまでは許容範囲だと思ってるんですけど、まあマイナス70ですね。実際もこうしたもんで、相手ここに出られてからなんか間違ったなと思いました。で、よっぽど私気弱いんで、こうやってさっさと車交換しようみたいにこうやってぶつけたんですけど、パソコンはまあ、こうやって頑張ったらどうって言ってたのが、こう相手が車出てから馬がこっちの処置取って1個処置取りました。で、車がこうしますって方が寄って、こうしたら、まず1個交換します。で、まあこれで、まあ、実験より頑張ってる感じしますね。赤マイナスですけど、マイナス80ぐらい。実験はよっぽど気が弱いんで、こうして、とりあえず取って交換になったんですけど、それでこういう交換になったんですけど、パソコンは相手が、今私の番じゃなくて相手の番なんですけど、こっちで取った方が黒がいいんじゃないかと言ってました。こう取った場合こっちに来ますよね。
で、ここに来れるんで、後でこれがあれなんで、先に行ってこう受ける。で、馬がこれ食べて、こういう感じに進んでいくと、なんか結構黒の駒がいいところにあって、私としてはとてもやりづらい、緊張する局面ですね、これ。で、まあ、感覚通りというか赤がすごいマイナス。マイナス120。まあすごいっていうよりも、さっき80ぐらいマイナスだったのが120に広がっているという感じですね。でもいつも試合してる感覚で、150ぐらいマイナスで一気に負けとかにはならないけれども、100ぐらいマイナスだと気持ちがすごい、ああもうダメだって思ってるところが多くて、この局面も、ああダメだって多分思っちゃう局面ですね。いや、でも、こうされて、まあ、こう取って、で、相手がこう取ったんですけど、なんか、ここそんなに考えないで、こうやって、なんか、この線にいれば安全かなとかいうぐらいの気持ちで、ここに上がったんですけど、で、上がったんですけど、なんか、パソコン、こっちに来た方がいいよって言ってました。そっか、全然考えてなかったですね。で、これで、馬がこう取って、方が下がって、視野上がってっていう感じで、これで今赤マイナス30で、まあ大体金星に戻ってますね。うん。そっか、あんまり考えなかったですね。で、こうして、車こう入られたんで、後でこっち来られるとめんどくさいので、てかダメですよね、こっち来られたら。なんで、視野上がって、実践。まあパソコンももちろんこうしました。で、赤が今マイナス70ぐらい。で、こうされて、もうこうされた瞬間にめっちゃやりやすいっていうか、なんか、今まですごい自分あんまり良くないなっていう気持ちだったのが、すごい自分、これの一手ですごい楽になったっていう、すごい良くなったっていうよりも、すごい楽になった、この試合負けなそうって思いました。で、なんか、確かに相手がこうした瞬間、赤が、さっきまでマイナス70だったのに、プラス220になった。それはものすごいことですね。で、なので多分黒としてはこの手はダメだったのだろうということで、何が良かったのかを分析してみたら、こういう手がありました。卒1、進1。まあ地味なんですけど、まあ今使えない馬を使えるようにっていうところで、結構、まあいい手っていうか、筋の通ったというか、手ですよね。で、まあ、そうされたら、こうして、こっちに来て、一回ジャンで、こう下がって、こういう感じ。で、進むんですけど、まあ、さっきと変わらずで、こういう風に進めば、赤がマイナス70っていうことで、黒がちょっと若干やりやすいのを保ってる感じだったみたいです。で、実戦は、なんかここでジャンされて、まあ、馬で取る。で、まあ、これで取り返すっていう計算なんだと思うんですけど、もうこれで220ぐらい赤がいいんですけど、ここで私は、よっぽど頭が平凡で、こうしたんですけど、まあなんか、一個こうやって大きい駒交換して引き分けに近づいたら、とりあえずこういう卒を取ってこうっていう発想があって、で、なんか卒を取るときになんか方を使う発想が、何も考えないとそういうことを考えるんですよね。で、方をこうしたんですけど、こうした時点でさっき220プラスだったのに、一気にプラス180まで下がりました。結構大きいと思う、それ。なんか、単純にこうすれば絶対、なんか、いい風になりそうだから、こうした方が良いよとパソコンは言ってました。まあ、こうして、とりあえずこの車が馬取って、こっち取って、下がって、こっちも前に行くよりは下がって一回。で、こうしてから馬の面を切ってこれを取りに行くっていう感じですね。で、取って、これでこんな感じ。で、進むと赤がプラス290。まあ大体300近くなってるのでかなりの有利かなっていう感じですね。で、まあこうしたらとりあえず一回システム下がって、こうやって下がって進む感じですかね。そっか。なんかでもこうやって見て、後々見ると、分析してるときは完全にこれでいいと思うんですけどね、試合のとき全然考えなかった。
なんかちょっとやりやすくなると頭がすごい思考止まってるんですよね。本当ダメだこういうところ。もうなんかこういう、これなんて言うんだろう、中極っていうんですかね、後半。めちゃくちゃ弱い。おかしい。でもこう取ってから、まあここに来たもんなんで、まあじゃあ取るですよね。で、取って、まあどれか他にも一つ取れるかなぐらいの気持ちだったんですけど、まあ相手こうついたんですね。もうこうついてこうやって交換になったんですけど、パソコンで分析したらこっちの方がいいんじゃないかと言ってました。まあこうしても、とりあえず取れる処置を1個取ります。で、車下がって方が1個引いて、1つ入ります。これ取って、ここでこうやって当てて、こっちも馬当ててこれ取らせて、1個下がって、これを交換して、こういう風に進む方が、次戦よりは、すごい黒が頑張っている。もしこうやって進んだら今のところ赤のポイント、プラス130。なんで結構縮まった。相当黒が粘り強く指していた感じですね。そっか。もう一回見よう。こうして当てて、一個下がる。まあ簡単に下がってこういう交換よりもいいですよね。まあこうして当てて。細かい。とても細かい。そっか。ものすごい細かいな。で、これも簡単に取らないで、とりあえず一つ上がるという、細かい。そっか。で、なんかまあ実戦はこうなったんですけど、まあ、こうされたら取るですね。で、取って、上がって、こっちに来て、これが意味わかんなくて、なんか、何がしたかったんだかよくわかんない。なんか一つ取りたい気持ちがあるんですけど、なんでしょうね、この気が弱いんですかね、何なのかよくわかんないけど。これ本当によくわかんない、この手。この時になんでこういうことしたのかよほどわかんない。やった後にはおかしいと思いました。で、まあ単純に、これでよかったみたい。こうやって今日上がって、これで、全然よっぽどこれでいいんですよ。これでこうして取れたですね、そっち1個。で、こうすれば、根もついたから動けるし、みたいな。もうよっぽどおかしい。こうやって刺してれば赤300プラス。300って相当大きいんですけどね、もうこれちょっと本当に、ここと知るのがね、よっぽどわかんない。これ何なんだろう。中極なのか、三極なのか、中三極でしょうね、まあ、とにかく。ありえない。で、こう下がられて、まあなんか、こう取りに行ったんですけど。で、なんか相手こうして、よっぽど気持ちが弱いんで、こうやってジャンされたら、これ取ってとか取ってとかでジャンされたら、やばいとか思って、よっぽど弱気でこう下がったんですけど、パソコンは取れと言ってました。取って、まあ若干赤が有利だと言ってました。まあこうして、こうして、ジャンして出て、まあ全然大丈夫だと言ってました。まあ車来ればこう方も寄れるしとかいうことなんでしょうね。全然大丈夫だから、こうしなとパソコンは言ってました。こういう風に進んで赤がプラス180。で、全然取れたんですね、ここ。こうして、こうした時に、これで取れたんですけど、よっぽど気が弱いので、なんか、退却しました。守りに行った。で、まあ、とりあえずジャンして、こうやって、なんかこうしたんですけど、いや、本当によっぽど気が弱いの。なんか、なんかね、どうかしてますね。で、なんかまあ、これでいいと、パソコンは言ってました。とりあえず、そっち取れと。で、こう当てられたら、一回こっち入って、こうしたら、こっち行って、これで、こういう風に進んで、で、こうやって進むと赤が100。もうどんどん どんどんプラスだった数値がどっかに消えていくんですけども、どんどん金星へと向かっている。で、これ、なんでそういう風になってるかというと、なんかこの試合1試合目で、私としては負けたくない、引き分けをしたいという気持ちがあって、なんか思考が引き分けの
方へ、引き分けの方へ向かっていたので、引き分けできる形を常に目指しているので、平平凡凡の形をですね、目指してるもんでそうなっちゃったんですね。で、まあなんか、こうして、実験はこうしたんですね。馬が一回ジャンして下がってからこうして、で、なんか相手が、この時、こうした時はなんか、多分マイナスではないと思うけど、すごいやりづらい。ちょっと、この車がこっちに来たりとかしてたのが失敗したなと思って、ちょっと失敗したなっていう気持ちをずっと考えてて、大丈夫かなってちょっと不安だったところでした。まあ、っていうのが、なんか相手20分ぐらい時間あって、私7分ぐらいしか持ち時間なくて、これで結構細かい残局とかの試合になったらダメだと思って、ちょっとやばいかなと思ってたんです。で、そしたらなんか相手がこうしたもんで、でもこれで、なんかすごい一気に楽になりました。これでなんか大丈夫だと思って。まあ、感覚は正しかったみたい。で、なんか実験こうして、相手こうして、頬に当てたんですけど、まあ、頬取ったらこっちでこれ取れるんですけど。当てたんですけど、一応、パソコンはすごい粘り強い手を指してくるんですけど、こういう手があったみたい。これ結構大きいと思うんですよね。こうしたら、こう、もし取っちゃうと、こうジャンされて、こうしてこの馬がないそうですね。これ嫌ですよね。だから、そうはできなくて、まあ、こう入って、こっち取るのが健全で、まあ、こうして、こっちついて、っていう感じなんですけども、一個一つ渡ったのは大きいのではないかと、私は感じます。で、まあ、でもこの形でも一応赤が今プラス130とパソコンは言っていました。プラスはプラスだけど全然赤を持ってこれ嬉しくない。嫌な感じですね。で、まあ、そういう手があるよって言ってました。この時に。高卒7進1。で、実践はこう刺されて、よっぽど考えたけど、どっち取るか。まあでも引き分けを目指してるのであれば断然こっちでしょうっていうことで、こう取って、まあパソコンもこっち取りました。で、こう取ったんですけど、これちょっと細かい手を見ると、こうして一回ジャンしてこっちに来させてこう取ってこう取ると、後でこのすぐに車でこうジャンしてる手がなくなるので、赤としてちょっと一手余裕が生まれたみたいな。こうやってやってまたここに来るんですけど、こんな感じで。でも一手余裕が生まれてこの馬が動けたんですね。実戦はなんか、こうやって取ったから、これで今赤プラス220とかの局面なんですけど、こう取った後に、すぐにこうしないと、こうジャンされて C 下がって馬のなんかジャンとかだったら嫌ですよね。なんですけど、なんか、馬もジャンできるし、嫌だからこうして、こうなった実験は。さっきの一回こっちに車を避けとくと、これが一手動ける余裕があったという、こう地味っていうか細かい計算をパソコンは出してきました。ああ、なるほどって思いましたけどね。で、実験は、象3対5ってこうやって、これ今実験、こうやって進みました。一応パソコンはこうやって一つついておけばって言ってました。そしたらこうやって進んで、こんな感じで進むんですけど、で、まあこんな感じで赤プラス200。でもまだ、まあ持ってますね、黒も。でもまあ、これ長期戦になったら結構しんどいと思いますけどね。まあ、こういう形になって、なんかとりあえずジャンしたんですけど、とりあえずジャンとかいうのが良くないみたいな。もう間違いなく良くない。なんか何していいんだかさっぱりですね。何していいんだかさっぱりというか、何してるんだかさっぱり、自分のやってることがよくわからない。で、もしこうしたら、こうジャンして C 下がって、ここに下がる。で、まあこんな感じで進んで、まあ、さっきとプラスマイナスは大して変わらないんですけど、まあ一応こっち取ってこうやって進むとこうやってジャンしてこう取るんですけど、ちょっと黒の形が悪いっていうところも踏まえて、なんか計算的には赤が、270とかプラスになって結構大きくなっちゃう感じでしたね。で、まあ実戦はこうした相手が一つ下がって、
ちゃんしてし従って、私もね、なんかあれなんですよ、よっぽど、さっきから何度もこの言葉が出てるんですけど、気が弱いので、こう下がって、何が何でもこの措置は渡らせないぞと。とりあえずここを守るという、誰も特に今、私の領地に入ろうとはしていないんですけど、こういうことしてるんですよ。で、相手し上がって、もう形整いましたね、これで。で、こうしたんですけど、これはあんまり良くなかったですね。なんか、もうこれで良かったみたい。こう下がって、馬も、相手の馬動いて、こう入って、こうして、こう下がって、こういう風に進んでいくと、渡りました。で、これもついた。まあ相手の馬がここに出てくると、私みたいな性格の人は心配なんですけど、この馬来たら後で大丈夫かなみたいな。心配性なんですけど、でもまあこれで赤が240プラス。まあそうですよね。これ渡ってますからね。で、もともと処置が多い。で、相手のこの処置はなかなか渡れなそうだっていうところも考えると、まあそんな感じですね。まあでもなんか、気持ちはこの局面は引き分けしたいなぁ。みたいな。自分が有利な引き分けしたいな、みたいな。ギリギリな引き分けは嫌なので。でもまあこうしたことにより相手こうして、私下がってこう取ったんですけど、ですぐに渡れるから渡ったんですけど、なんかいつもこう目先のこのなんか渡れる、やったーとか言って渡るんですけど、なんか後の試合を見てみると、先にこう入ってから、まあこうして、渡って入って当てて、一個札は渡らせますけど、これで一個取って、自分の方が一個多いんで、で、これも渡ってて、この形の方が良さそうですね。でもまあ結構、このさっき札ついてこれ一個取られてるのもあるので、今のところ赤がポイント170。まあそれぐらいだったら大体引き分けでしょうね。まあ一個この大きい駒交換して引き分けしようってどっちかが言えばいいと思う。でもまあ実戦はこう、こうで、こうやって一つ食べられてからこうして、すぐこうして、相手がこうやって下がって、ちゃんといいところを守ったので、まあ赤としてもそんなに攻撃もないですね。まあ大体引き分けかなと思ってました。引き分けでいいやと思ってました。で、こうしたんですけど、パソコンは真ん中に行って、こうしたら、そう上がって、こうしたらこれでいいんじゃない？でももう、さっきのプラスはどこそこへ、これを取られてから消えていて、赤80とかで、まあ超均勢ですね。まあ赤としては有利な引き分け模様です。で、まあ実戦はこうしたんですね。車が下がって、先にここに入っとけばよかったんですよね。入らなかったから下がられて、こうされました。で、こうされて、もう、どうしようかなと思ったんですよ。いろいろこう寄るとかなんかいろいろありそうだけれども、もうなんか自分の方が時間も短いし、引き分けをさっさとしようと思って、こうやって交換しようっていう風なアピールで引き分けになりました。ここで引き分けになりました。でも、もしこういう風にしてたら多分こうしてこの辺来て、なんかまだなんか頑張るんでしょうね。こういう措置とかなんかいろいろ使って。でもまあ、長くやってもそんな大きなミスが出なければ、まあこの形は大体引き分けかなと思います。まあ、一個この渡ってる処置がある分どうかなってところですけど、同じぐらいのレベルの人同士だったら引き分けになる試合かなと思って、まあこれ満足として引き分けにしました。まあそんな感じの試合ですね。あんま被当局、自分が赤でこういう開局、今後しばらくの間使う気はないので、この試合の今分析をしてるんですけど、この試合以降の試合はしばらく封印します。まあ自分が黒だったら、相手が赤で飛行局使うこともあると思うんで、まあ使うと思うんで、まあ、黒の試合は、もうちょっと開局も復習しますけどね。まあそんな感じでした。週末の試合の分析の続きをしていきたいと思います。まあ、指定譜局の試合なので、みんな赤はこうして、私はこうしました。まあ、もともとゾウ上がる予定だったんですけど、こっちの。
先に今日上がっちゃうと、これ相手がこっち着いたらこっち着けなくなっちゃうんで、先にこっち着いて、まあ、この形をやっていこうという感じですね。相手ね、選ばせないということですね。で、まあ、こうして、こう進んでいきましたと。まあ、ここまでは自分の大体予定通りですね。で、まあ、予定通り、まあ、C 上がったんですけど、これ、試合の時も悩んでて、方が先にこっちに来るのもいいかなとも思ってて、こうだったらどうだったかなと思って、一応、ちょっと分析してみました。こうだったら、相手 C 上がって、結局、まあ、こういう順序変更でこんな感じになって。で、馬がこう出て、交換したら、こう出て、こうする。で、まあ、こうして、これで。まあ、大体赤が30なので、もともと持ってる先手のプラスよりはもうちょっと赤が少なくなってるかなっていう感じで、黒には満足な金星模様になったみたいです。で、まあ、こっちも、もともと、まあ、なんだろう、開局を準備してるときはこういう予定で、だったんですけど、相手がこういう風にして、まあ、こうされた瞬間、すごくやりやすくなった気がしました。これでもし、なんか相手が、この車交換したら、馬がすごいいいところになるし、相手もこれで、ああ、ちょっと間違えたなと思った、というふうに、試合が終わった後の復盤では言ってました。で、まあ、こうしたんですけど、まあ、私、とっても素直なんで、まあ、相手の方がとても 強いので、まあ、引き分けできればいいやっていう気持ちが、なんか、もともとあるんで、なんか、大きい駒交換しちゃえ、みたいな。交換しちゃえば、引き分けにどんどん近くなるでしょうと思って交換したんですけど、まあ、これでも、こうやって進んでも、まあ、赤が今マイナス80です。まあ、これが良くなかったからですね。マイナス80だったんですけど、まあ、なんか交換しないで、なんだろう、この時、交換しないで、方がこっちに来た方が、黒としては、粘り強いというか、やる気のある感じの試合になったかなと思います。で、パソコンもそういう手で、ここに来るのも結構悩んだんですよね、実践の時。でもやっぱり、素直に取れば、一個交換だからっていう、この馬まだ出れてなくて、この馬ここにあったら位置が後々いいかなと思って、それを交換できるのはいいかと思って交換したんですけど、微妙だったみたいですね。まあ、こういう風に進んで、これもし着いたら、こう一回寄って、こういう感じで進むんですけど、赤が、このついたことによってマイナスが結構大きくなって140マイナスなんですね。で、こう真ん中に来たらなんか引かれるかなってちょっと分析してる時に思ったんですけど、引くのは良くないみたいで、赤としてはこっちの兵が上がって、こういう風に進んでいく方がなんかまあ、良い。かなっていう感じで、これで赤が今マイナス70って感じですね。さっき馬が引いてからここに、結構マイナスが赤大きくなったんで、まあ、でもまあマイナス70なら全然耐えてると思いますね。で、まあこうやってこの時に交換、馬と方を交換しないで、方がこっちに寄った方がいいんじゃないかとパソコンは言ってました。確かに。で、実験はこうしたんですけど、そもそも、この時に馬が引いてから一気に黒としてもやりやすいって思ったんですけど、赤としては多分相手も失敗したなっていう気持ちだったみたいなんで、何が良かったのかっていうのをちょっと見てみて、まあ、この兵がついていくのが一番無難なのではないかと。ついたら、こう取る。取るじゃない、出る。車が出る。で、こう取ったら、こうして、仕上がって、取って、こういう感じで進む。と、まあ、だいたい金星、赤が30プラスですね。だいたい金星な感じです。ちなみにさっきのここで、ここ下がったんですけど、なんか、
もしこうやって通ると真ん中、中卒一見取れそうだから取ると結構大変そう。こうしてこう当てられてこっちしか行けないですね。で、こうまた当てられたらこうして処置を一個捨ててこう下がっていく感じになるので、なんかまあ、ちょっと大変そうですけど。まあわかんない。数値的にはそんなにマイナスじゃない。大体禁制ですね。まあ一応そんな感じで、こっち、この時に、こう、兵をついていくのが一番赤としては良かったのではないかという感じで、これ実はこの試合の後、何試合か後に他の人と指して、同じ形で、その相手はこうしました。まあその試合も後で分析します。で、まあこう、下がって、実戦。で、こう当てたらこっちに来て、こう取って、こういう風にしてみました。で、この時もなんか、ちょっと自分がやりやすいかなと思ったんですけど、何しようかなと思って、このなんか馬が使いやすいように、処置でもつこうかみたいな感じで聞いたんですけど、別につかなくても馬ってここに出られるし、なんかつかなくてよかったですね。後々っていうか普通に見たら全然。で、なんか、つかないで、さっさと車出てよかったみたいで、まあ、さっさと車出たら、相手も車、オシャで、さっさと出る準備で。で、馬はこっから出て、こういう感じ。で、真ん中ついて、一回出て車に当たってまして、こうしてから、こう下がって、まあ、馬としても位置もそんなに悪くない。で、別に赤もそんなマイナスもなくて、でも一応今赤がマイナス80、っていう感じです。どっちがすごいいいというわけでもないですけど、まあ、この時に車が早く出る方がいいんじゃないかということでした。確かにね。で、こうしたら、相手こうやって下がったんですけど、これはなんか、相手の時間の時に相手がこうするっていうのは全然考えてなくて、で、パソコンも別に、そうじゃなくて、こう、車とか出たらどうとか、違う手を何個か推奨してました。こうしたら一応車出て、こっちに来て、こう交換したい、しない。で、馬が出て、士が上がって、こう一個ずつ取って、こっちに来る。まあこれで進んでも、まあ大体赤がマイナス80。黒にしては結構やりやすい形ですね。で、まあこういうのとかがいいんじゃないかってパソコンは言ってたんですけど、私はてっきりなんか、この時、なんか士が上がるんじゃないかと思ってて、なんか上がっとけば、安泰かなみたいな感じで、士とか上がるのかなぐらいね、思ってたんですよね。で、もし士上がったら、こう出て、こういう感じの展開が、まあ、いいかな、みたいな感じですね。これで、まあ、変わらず赤がマイナス80ぐらいですね。で、まあ、実戦はこの時に士上がるでも車出るでもなくて、方が引けました。なんか、考えてない手だったので、考えちゃいましたけどね。で、まあなんか、とりあえず車出ようと思って出たんですけど、パソコンは馬が出ることを推奨してました。まあ、馬が出るっていうのも一瞬考えたんですけど、さっきこれ馬こう出ようと思って こう、あ、これ上がった、馬出ようと思って上がったから、なんか馬こっちに出たい気もあって、なんか動かなかったんですけど、そもそもこれがよくなかったんだと思います。緩かった、結構手としては。で、まあ、パソコンはこの時こうして、相手も車出て、こっち車出て、これで交換して、こっち来て、これで、まあ交換していいんじゃないかと。でもまあこう進んだら赤マイナス60。さっきよりマイナスは縮まってるけど、なんか引き分けに近くなっていってる感じで、黒としては、まあ、私としては概ね満足ですね。
で、まあ、実験はこうして、相手こうして、まあ、こうしたんですけど、この時点で、相手がこうした時点で、今、赤のマイナス100っていう数値が出てて、まあ、100って100ってどう?へい、1個分ぐらいのマイナスだと思うんですけど、実験で、なんか、こうされて、なんか、よっぽど考えちゃいましたね、なんか。でもなんか、パソコンはこうじゃなくて、とりあえず視野上がりなさいと、まあ、車ここに2個あるのも危ないので、視野上がって、上がった方が赤がいいよって言ってて、上がったらまあ、馬こう出て、車が出ます。で、こうして、兵が効いて、こういう感じ。もしこうしたら、こうなって、なんて言うんだろう、これ、多分、危ないやつです、赤が。こうなっていって。で、こうなるって、なんかあんまり良くない。赤にとって良くない。マイナスでも150ぐらい。なので、まあこの時にこっちに来るではなくて、多分いいのはこっちついてく。で、こう取って、これ入って、まあ下がります。これ結構難しいんですけどね。分析してて、えってなりながら分析してましたけど。こうして、こういう風に進んで、今赤マイナス10ということで、ほんと均整になった感じですね。こうした、こうやってもし進んだら。で、なんかまあ一応この時に、仕上がりなさいってパソコンは言ってました。で、実験はこうされて、でもよっぽどなんか気が弱い人なんで、こういうことされると、なんかこれ入って、なんかあれ車もなんか出て危ないみたいな。で、危ないって考えてて、どうしようどうしようってなって、守ることから考えるみたいな感じで車をこうしたんですけど、なんか副番してた時は相手も、この車ここ来たのいい手だと思うよって言ってたんですけど、パソコンで分析したら、なんかもっといい手を考えてくれた。こっちに来る。でもさすがに視野上がらないと危なそうなので、ちょっと上がって、こう出ます。で、こうして、こっち来る。まあ、こっち来られるとあれだと良くなさそうなので、まあ、こうとか上がっといて、こうします。これで、こっち来て、C 下がってって感じで、こんな感じで進んでいくと、赤が今マイナス40なんですけど、基本、金星ですね。で、進むんじゃないかと言ってました。そっか、まあ、これだったら黒も、自分黒なんで、なんかそんなに悪くないような気がします。でもよっぽどこうされて、なんかどうしようってなって、こうしないで私はこうしたんですけど。そしてまあ入りますよね。でもよっぽどどうしようって考えたけれども、まあ取ってこうなって、まあこれこうしますね。で、ここで相手もちょっと考えて、まあこれ今ほんと視野上がらなかったら結構こっちも攻撃あるなと思ってたんで、まあ視野上がるかなと思ってたんですけど、相手こっち上がって、これがちょっと私の中では予定外というか、なんか完全にこっち上がるもんだと思ってたんですよね。で、相手は砲があるから、こっちからの攻撃があるから、なんかこっち上がった方がいいって言ってて、なんかでも、そうやって聞くと、あ、そっかってその時、副番してる時は思ったんですけど、なんかでも、ずっとこっちの視野上がるかなと思ってたんで、って感じだったんですけど、やっぱりパソコンもこっちの視でいいんじゃないかって言ってて、まあでもどっちでもそんな大きく変わるとは思わないんですけど、パソコンも一応これをパッと上げてましたけど。で、まあ、もしこうしたらこうして、こういう手が生まれて、車。で、まあ、こっちに下がって、こうして、こっち出るみたいな感じで進めばいいんじゃないかと。まあ、金星で赤がマイナス40。大したマイナスじゃないですね。っていう感じですね。で、まあ、実践はこう逆の視で、ちょっと、全然相手の時間で考えてたのと違う方だったので、あれって思ってどうしようかなって悩んだんですけど、まあ、変わらずこうしました。でも、パソコンはこっちの方が良かったんじゃないかと言っていました。もし、こうしたら、こういう風に進むと、お互いなんかそれなりに頑張って指してこういう風に進めています。で、こうして、こうします。下がって、
で、ガチ当てて、これで、まあ、交換交換の交換交換で、こう進んでいく感じで、この展開良かったですね。こういうふうに進めばよかった。この展開で進むと、赤がマイナス今150。まあ、取れそうですけど、1個ぐらいは。なんか、一つが、一応多いのはいいかなと。で、馬もなんか、出ようと思えば動けるところにいる。まあ、端っこですけどね。そっか。こういう手があったみたいですね。で、こうしたもんで、相手がこうしたんですけど、これはなんかすごい、こうされてやりやすいなって感じで、今こうした時点で赤がマイナス140とかになってるんですけど、こうされてやりやすいなと思ったんですけど、いざじゃあもしこの局面で赤だったら何するんだろうってすごいわかんないからちょっと分析して、赤のも分析してて、赤こうしたらいいんじゃないかと言っていて、これ結構深読みした変化ですね。で、馬下がって、ここに下がります。で、これ取って、こう、処置取った。で、これ下がって、こっち来る。こうして、まあ、一個交換して、こう出る。まあ、ちょうど交換できるところにこれも下がったんです。で、こういう風に進むと赤がマイナス80っていう数値が出て、まあ、おおむね均勢だけど、黒としてはやりやすい均勢かなっていう感じでしたね。そっか。で、まあ、実戦は、こうされて、こうされたら、まあ、これぐらいしかなさそうで、まあ、パソコンもこうしてて。で、こうして、交換しようって言ってきて、この時結構悩んだんですよね。まあ、なんか、相手が自分よりも強い人なので、じゃあまあ、取って、いっか、みたいな感じで、一個交換でいっかっていう感じだったんですけど、実際結構ずっと悩んでた手があって、実戦こうしたんですけど、こっち行ったらどうかなってずっと実戦も考えてて、でもあんま考えてると時間もなくなっちゃうもんで、打ち切ってやめて交換、車交換しちゃったんですけど、この交換したんですけど、これで良かったみたいですね。こうやって黒が刺すのが最善で、こう刺してると、まあ、ぱっと見これが自然で、こう取って、こうします。交換して。取った後に、こう出てっていう感じで、黒の駒の位置がいいっていうのと、後半戦になってきた時に、馬、車の方が、ほうほう車よりいいんじゃないかと、私個人的には思っています。で、実際の数値も今、駒の位置とかいろいろ考えてると、赤が良くないと、赤がマイナス400とか言ってて、400って、ものすごいと思うんですけど、そっかーって感じですね。まあ、馬がこう、繋がってる、これとこれで守り合ってるっていういい形にもなってるんで、そっかーって感じですね。まあ、頭が平凡なんで、こう取りました。こうして、これも交換して、でもまあ、この状態で今赤マイナス200です。まあ、黒が優勢っていう感じで、まあ、早くこの馬と馬を繋げようと思って、次の一手こう刺したんですけど、まあ、次、こう上がってもこう上がっても、今魔法ありますけど、繋がりやすい形になるかなと思ってこうしたんですけど、違ったみたい。パソコンはこれを推奨してました。こっち来て、まあ、こうして、ここ出て、こんな感じで進んでいく。で、こういうふうに進むといいのではないかと言ってました。これで今赤マイナス210、基本200ぐらいのマイナスですね。って言ってもまあ、あともう一個この大きい駒を交換すれば、結構もうだいたい引き分けに近くなってくると思います。ただまあ赤が馬方車でこう種類違って、こっち車馬馬で種類がこっちが一緒なので、とか思いますけど、でも数値的にはこっちがいいそうです。で、まあ実戦はこうして、まあこうして、こうしたんですよ。これもすごい考えて、さっきなんかまあ馬が出やすいようにとか言って、この処置ついたから、
いつもそういうのなんです。着いたからじゃあここ行こうみたいな感じなんですけど、別に着いたけどそこ行かなくてもいいわけで、パソコンはこっちの方がいいんじゃないかって言ってて、これ実験の時もすごい考えてどっち行こうかなみたいな。で、副番してる時相手にこれどっち行こうか悩んだんですよねって言ったら、こっちの方がいいんじゃないって相手も言ってて、やっぱそっかーって思いました。もしこうしたらこういうふうに進んでいくそうです。まあこう、まあ実験でもちょっと似た形ではありますけど。で、こう入って取って取って、こんな感じですね。進んでいくと。まあ一個交換したっていうところも踏まえて、大したプラスでもない。赤がマイナス120、さっき200くらいだったけど、まあ一個交換して、まあ負けにくくなりましたね。お互いに多分これは多分、勝てる気も負ける気もあんまりしてない局面なような気がします。まあ、引き分けをしたい私としてはそれで良かったみたいですね。で、実戦はこうして、そう上がったもんで、こうしたんですけど、これもなんかもう攻撃を考えると断然こっちだと言っていて、そっかって思いましたね。もしこうしたら、とりあえず一回こうして、またこうして、こっちに来れるようになった。で、こっち行ったら、こうしてる。こうしたら、こうしてる。こっちの位置に来ました。で、こうして、ここは交換しない方がいいですね。チャンして、こうして、馬が出て、こうします。で、次、チャンして車抜かれたら嫌ですよね。まあ、チャンして車下がれますけど、なんかパッと見当たるのも嫌だから、先にチャンされないようにこう下がる。で、まあ、こうして、こう下がった後に、卒を取ったと。で、まあ、兵の数と駒の位置っていうところを考えて、今が赤がマイナス380。結構ですね。300ちょっと、350ぐらいのマイナスって、なんか、大きい駒、馬とか砲1個分ぐらいに多分相当してくるので、すごく黒がいいと言ってるそうですね。そっか。そんなに？でもまあこの形で自分が赤だったら相当ネガティブでしょうね。このところに馬1個あってもなかなか攻撃にならないで、この2つこっちだから、確かにやりづらいですね。で、まあ実戦はそうしないで、こうしたんですよね。で、もうよっぽど交換したいので、この馬を追いかけ回して、もうこれでこの馬は取れるんですね。ここに行ったらこれで取れるし、ここに行けないから相手もしょうがなくて、こうやって交換っていう感じになって、どんどん交換して引き分けになったんですけど、実戦は。もしも、この形で追いかけないで、勝ちたいって思ってるんだったら、もうちょっと頑張るなら、先にこうする。こうしてから、こっち来る。仕上がって、これで狙いに行って、こういう感じ。これすごいなんか、すごい変化なんですけど、長いんですけど、ひたすら追いかけ回して、こうやって地味に。こう追いかけ回して、こう下がって、こっち、もしこっち行ったら、もう一回追いかけ回して、こうして、これが渡れて、こっち来て、こういう感じで、まあ、これも満足ですね。黒マイナス200。黒じゃない、赤マイナス200で。黒がすごいやりやすい。兵渡ったし、やりやすいって感じですね。で、まあ、こうしたら、まだ追っかけます。こうして、こうします。で、ここでこうして、次は、あれですね。動くところが、馬があれで、あれな感じになりました。で、相手もしょうがないんで、駒を狙って、こうして、こう追いかけて。で、すごい頑張ってるんですけど、こうやって続いていくと、こうして、これで危なそうなんですけど、まあ、これで、これで、こうして、これ上がって、取って、取って、馬を取った代わりに、なんでしょうね、士とか象がいっぱいなくなった。嫌 だけど。でもまあ、これで相手が馬、車だったらちょっとなんか嫌だけど、砲と車だからまあいいや。で、これで赤が今マイナス270。一応馬、車で、こっち、車と
方でいろいろ取ったこの辺。っていう感じで、赤マイナス270なんで、これ多分長い試合、あとゆっくりやってって、多分これは勝てないとダメだろうと思いますけど。もうわかんない。相手が強かったら勝てないわ。で、まあ一応そんな感じの変化。もしここで、私追いかけ回したんですけど、この馬を。追いかけないで、もう勝ちたいのであればこう頑張る。で、まあこうしました。まあ相手もしょうがないんで、こう取って。こうして、こう取ったんですけど、これ間違えた。こうして取って、取って、で、私こう取ったんですけど、まあ、ちょっとでも有利にするのであれば、こう一つ入って、こうして、こう下がって、こうする。まあ、こうされたら、こっち下がって、こうされたら、こうして、こんな感じで。そのと赤がマイナス80。大したマイナスじゃないです。だいたい引き分けですね。で、まあ、もしこの時に、こうしたら先にここ切って、こうされたらこれで車を交換して、赤一応マイナス130なんですけど、まあ、これは引き分けだと思いますね。車もなくなったし、最後、こう、砲って結構引いて守れるから、まあ、引き分けでしょうね。まあちょっとでも有利に進めるのであれば、この時にすぐにこう取らないで、処置がつく方がいいと、パソコンは言ってました。実戦はこうして、取って、こうして、これで、こんな感じで引き分けが決まりましたと。これで赤がマイナス10ですね。で、お互い納得というか合意で引き分けという形になりました。いや、この試合なんか常にやりやすいはやりやすいんですけど、なんだろう、この辺か、あんまり予想してないことをされたもんで、いろいろ結構ここから何回合か、結構これ悩みながらこうやってきたとこですね、この辺。で、結構いろいろ分析するところもあったから、とても勉強になりました。この開局、まあ指定譜局の試合の分析なんですけど、私黒で、この開局途中までは、ちょっと順序違いますけど、ここまでは、なんか他の人との試合で見たと思います。で、まあこうして、こうしたんですけど、この相手はこうしました。一応パソコンも赤の最善手なのではないかと言っていて、最善手なのにね、なんかまあ、この視野上がる、この辺ぐらいまでしか開局準備しなかったんですよね。だからよっぽど、こっから、ちょっとよくわかんない連発を繰り返します。なんかまあ、素直に取ったんですけど、なんか取らない方がいいみたい。なんかいろんな変化あると思うけど、こっち、さっきっていうか違う試合の分析でも見てるんですけど、まあこうやって進めていった方が粘り強いのではないかと。難しい。こう取って、こっち取って、一個交換しました。で、C へ上がって、これで赤が20。まあ、先手ほどの優勢もなくっていう感じですね。まあ、赤先手なんですけど、今回、飛走局、この上こうやって上がってるので、そんな攻撃する気も赤から感じられない開局なので、結構こう、平穏な、お互いプラスマイナス大してないような感じに、普通に指していくとなることが多いみたいですね。でもまあ、これもちょっと考えたんですけど、どうかなと思って、やんなかった。で、まあこれ取っちゃったんですね。まあ取ったからそんな大きくマイナスっていうわけではないんですけど、これはちょっと、正確です。なんか、ここ交換できそうなタイミングでこうしようみたいな。これは良くなかったですね。まあこれを刺したからすごい大きくマイナスになりましたっていう感じではないんですけど、まあ、こうした方がいいんじゃないかと、パソコンも言ってました。もともと、こう、視野上がった後に、どっかのタイミングで、ここに4が、4、2、平、4とする
予定があったので、じゃあこの時これで良かったんじゃないかということでした。まあこうしたらこうします。馬出て1個交換で、ここに来ます。で、こう寄って、こういう感じ。今、頬と頬はこれ、根が引いてるので、ほっといて、こんな感じで、赤が50。まあ、金星ですね。先手ぐらいな、金星な感じですね。で、良かったんじゃないかと。で、確かに実戦より、こっちの方が、なんかスマートというか、いいような気がします。そうだよね。なんかね、なんかの試合もそうなんだけど、タイミングがあると、こうやってするの好きで。これはダメですね。ダメっていうか、あんま良くない。で、相手こうして、まあ、もともとこうしたら、ここの4に来ようと思って4に来たんですけど、これが多分、この馬が出ました、当てられました、車ここに来ましたの、この2回後の、こっちが特に良くなかったみたい。ここまで来る方が良かったみたいですね。なんかパッと見これあるじゃんって思うんですけど、こうされてからこう寄って、取って交換して、こういう風に進んでいくと、なんて言うんだろう。結構、なんか黒でもやりやすい雰囲気が漂ってますね。そっか。だいたい、まあ赤がマイナス60とかこうやって進むと、まあこの形は良くないですからね。で、まあなので一応こうした時に、こうあるじゃんって思うんですけど、これで進むと赤はちょっと良くなくなっちゃうみたいで、赤としても一番いいのはこう取っちゃって、交換して、こういう感じで進めていく方がいいみたいです。でもこれも本当に、どっちもプラスマイナス特になく、均整な局面ですね。そっか。なんかあんまここに来るのはパッと見のこの平5進1が嫌だから全然考えなかった。先まで見てない証拠ですね。で、こうして、こう取って、こうしました。相手。よっぽど悩みましたけどね。まあこれはここしかない。引くしかない。パソコンも引きました。で、C 上がったんですけど、なんか C 上がったこの1ってか、なんか私的にはすごい、なんか、やりやすいって変な言い方ですけど、なんか一手もらったっていう気持ちになったんですね。で、なんか一応パソコンは視野上がんないで、これ馬出て、こうして、こんな感じで進んだら、どうっていう感じで言ってました。でもこれでもまあさっきも、だいたい、さっきの変化も金星だったけど、まあこれもでも赤がプラス30で、まあ基本金星なんですけど、一応ここで、この馬がこう出た時に、あ、こう馬出ました。車来て、こうして。こうして、こう下がんないで、こっち来たら、なんか良くなさそう。って思った。中平取れるから。って思ったけど、でもまあ、だいたいやっぱり金星30ぐらいなのかな。だからまあ、赤としても、まあ、飛走局使ってるぐらいだから、こういう上がって、金星にこう、刺していく方がいいんじゃないってパソコン言ってました。で、視野上がって、私はよっぽどこの馬が出たいからこうしたんですけど、なんかパソコンは馬が出て、車こうして、こっち出て、こういう風に進んだら、それから上がる？いいんじゃない？って言ってました。これで赤がマイナス40。まあ大したマイナスじゃないです。金星ですけど。まあ、黒としてこう、やりやすいように金星に進めていくには、こっちの方がいいんじゃないかと言ってました。でも、こうしたら相手がこう下がって、これすごい、なんだ、多分相手的には後でここに来れるから、いいんだと思うんです。悪くないんだと思うんですけど、こう下がってからなんかこう、なんだろう、こっちに、馬が出る、こっちでもそうだし、こっち上がってもそうだけど、
馬が出る一手をくれた感じで、ひょい楽になった感じがしたんですけどね。で、なので一応、分析したら、パソコンはこっちの馬、しゃがんないで、こっちの馬が出た方がいいんじゃないって言ってて、まあ、こうされたらどう指すのかなと思って、ちょっと進めてみたら、こんな感じで、進んで、取って、これで交換して、こうして、こんな感じ。で、進んで、まあ、大体金星みたいな感じでしたけどね。で、まあ、この馬が出る手もあるよと言ってました。まあ、実戦はこう下がって、別にこれがすごい悪いってわけではないと思います。ただ、私の気持ちはやりやすくなりました。でも、私、さっさと出たいから出たんですけど、こっちの方が良かったみたいですね。こっち出たら、こうして、これで、ちょっと難しいんですけど、こうやって交換できる。で、これから出て、まあこれで赤マイナス15。金星だけど、まあ車交換したし、お互いに車こう出やすいとこだし、お互いにやりやすいっていう意味で、まあいいんじゃないかと。そっか、引き分けしたいんだったらこれでいい。で、これで、相手こうしました。で、こうしたんですけど、こう出てきて、進んで、でも、まずそもそもこうしたんですけど、これもなんか、一応パソコンで分析したら、なんかこうして、相手が、で、こうしたんですけど、こっち前に一歩来ればどう？なんかその試合の時全然こういう発想がなかったですね。なんか、車はこの線にいれば安全ぐらいな気持ちで、なんか前に行くこと全然考えなかったんですけど、行ったら、まあ一応こういう展開。で、進んで、まあ、これも金星だったみたいですね。全然いいですよ、これで。でもなんか全然考えない。本当に発想が、だからそうしようという風に全然考えなかったですね。思い浮かんでなかった。で、こうして相手こう出たんですけど、なんか相手は一応ここでぶつけちゃって、交換して、で、これでも赤30プラスで金星なんじゃないかと言ってました。まあ実戦はこうやって出て、こっちも出たんですけど、これもなんかすごい考えて、いや、どっちがこっち出るかこっち行くか、どっちが出ようかなとかちょっと考えたんですけど、なんだろう、こっち、ここにいれば馬しばらく、まあこれ、ここにも来れないしみたいな、なんか気持ちで、こっち出て、先出たんですけど、なんか、こう行って、よかったみたい。こうしたら、馬出て、真ん中ついて、馬一回下がります。こうして、こういう風に進んでいくと、なんか実戦より良かったんじゃないか、みたいな。まあ実戦で進むと赤プラス30ぐらいあったけど、これで本当にゼロ、赤ゼロ、黒もゼロ、金星、超金星みたいな感じになったみたいですけど、こう金星は金星だけど、この形なんだかとっても、なんか何かを仕掛けた方が失敗しそうな形で嫌ですね、なんか。でもまあ、そっか。まあこっち出る方が、この時にこっち出る方が良かったって言ってました。で、私は実戦こうして、相手がこうしたので、まあこれ取りましたね。で、こう出て、相手こうして、これで、なんか、引き分けしないって言ってくれたんで、超嬉しかった。引き分けでいいよって思いましたね。まあ相手がこの一局前の試合が、すごい長い試合で相手が、多分すごいお疲れだったんだと思います。で、まあもともとこれ交換した後に、私は、こうやって方が来て、このシャツとか取って、できれば馬で取って、こうで交換でもいいし。まあ、こうしたら相手もこういう手はあるけれども、まあ、方がここに回って、まあ、なんか兵とか取りに行って交換して引き分けを提案しようかなっていう気持ちだったので、まあ、車交換して引き分けしないって言われたんで、喜んで交換して引き分けしました。で、まあ、この試合、なんだろう。
多分、このら辺、この手が相当緩かったかなって思う。この局面の、これ。なんかいつも、なんかこの馬の後ろに頬がある形って、こう取ったらこうあって、前から攻撃されないし安全だけど、別にこれって取らない、相手からこう取らないっていう変化もあるし、そういうのとかをちゃんと細かく読んでいくと、絶対になんか、やっぱり弱い手だと思うんですよね。で、相手こうやって刺していって、で、なんかいろいろこう刺され、こう自分が刺して相手がここで結構じっくり考えてるときに、やっぱこう下がられたらどうしようかなとかいろいろ考えてたんですね。で、なんか、やっぱりなんかこの手は緩かったなと思って、こう緩い手一手でなんか、ちょっとずつこう先手というかを失っていくと思うんで、ちょっとこの姿勢、なんか引き分けを目指すこの姿勢がそもそも問題なような気がしましたね。でもまあこの開局、はなんかちょっと何局か指してみて、まあいろいろ課題であったりとか、あとこれはやっぱり指しやすかったなと思ったところもあって、まあ相手がこれから赤で一局使った時にたまに使えるように、やっぱもうちょっと見てみようかな、黒番で見てみようかなと思いました。